リボンピア・ホワイト・チュンパク・パンティーズ・バイオハザード8初週 VOS やっております。で、やり方が分かりません。ああ、ダメだ。なんかちょこっとずつ攻撃すると出てくる。正直倒せませんからこれ全部は。一匹だけ倒すのが、やっと。これ出てくる多分。とにかく撃たないと弾全部撃つぐらいの。外した。あ、当たんねえんだよ俺。慌ててるっても当たんないしね。これだけでも倒したいんですけど。こんだけ撃っても当たんない。やっと倒した。っていうか何発使ったこれ。あ、一応一匹倒せば OK って形にしてくれてるんですね。誰かもしまだ生き残っている人がいたら撃ち抜け。畑のそばの私の屋敷を。生き残りが7発しか残ってないんですけど。ひでえ話だわ。まあ、どうやって倒したかっていうと、ここでこれ取って、まあ、基本的にはなんかここにいるやつと撃って、まあ、撃たなくてもいいかもしれません。ここにいるやつを撃って、ここから顔出すやつで、ここにいるやつを撃って、あとこっちにいるやつ、ここから顔出してるやつを撃つと、あとこっちの方に行くと出てくる。要するに弾をなるべく保存した方がいいと思います。追い払うのに4発ぐらい使う？ 1 発ずつ。まあ、ここのやつは追い払いませんけれども、1発当てりゃそれなりの、まあ、一応追い払ったみたいなダメージことになる。ここも2発ぐらいで追い払えるのかな。まあ、ここはもう1発撃ってもいいと思います。とりあえずちょこっとずつ撃てば1匹出てくる。その1匹に集中する。ガードして跳ね飛ばして、まあ、頭になるべく当てますけども、当たらなくてもとりあえず打たないと
落ち着かないと思います。体力が落ち着かない。もうた回復できませんから。今のやつがなんか落とした。回復できるようになりましたけども、もうこれで今回復薬なかったですからね、もう。今1個作れるだけです、これで。今倒したやつが落としてくれたから作れるというだけですからね。今のやつを倒さなければ、あと2発ぐらいで死んでたってことです。で、ここでまたすぐ動画切るかもしれません。で、ここ逃げようとしてもここ開けられないんですよね。逃げ出すことはできません。一匹倒さないとダメ。ってとこあるようです。銃があるでしょう。で、ショットガンここでようやく手に入る。で、ここ開けときます、まず。ここは一度やってるんですよ、VOS で。どういうやり方、クリアデータを呼び込んだ形で、城に行くぐらいまでやっております。城の中を多少やるぐらいまで。今慌てて取る必要ないんですけどね。後で取りに来られますので、ここで、あそこになんか新しい敵がいる。あ、いや、もうこの辺は。やばいやばい。ダメか。すいません、やり直します。どうすればいいかな、これな。これもほとんど倒さなくてもいけるんですが。ただ、厄介なことがありまして、ちょっと待ってよ。まあいいか。もう、終わりか。取れないってか、取れよこれ。なんでこんな目の前にあるやつに手を伸ばさないんだろう、このクソゲーは。なんでしゃがまないの？あ、開けるの忘れた、やば。次から次へと。やばいやばい、あのヘアピンのリクスボーイ。早いな。っていうかさ、わかります？これだけ敵がいて、もうわかります？ここに集まってくるやつ全然いない。
もうダメだ。